なんだこれ、フィルムが負けねえぞ。そんなことはないですよ。あれ、お前ちゃんとフィルム入れたか。入れましたよ。嘘つけ、いい加減にやったろ。最初の巻き込みが足らないとこんな風に途中でフィルムが噛んじまうんだよ。そんな。江崎くん、お客さんよ。なんだ、みゆきかよ。これあの子にあげて、制服だから。いいのか。どうせお姉ちゃんのお風呂だし、あの子にサイズぴったりだったから。リカが欲しいって。うん。じゃあなんで。だって。ああ。え、いいの。当たり前だろ、夏服はまだ着てないんだよな。うん。元気になったら着てみろよ。エッチ。はあ？なんかそういう顔してるんだもん。違う、なわけないじゃん。ふーん。ゆういち、こないだ撮った写真って出来上がった？そろそろ現像に出そうかと思ってるよ。できたら見せるよ。後でいいよ。は？手術の後で見る。なんだよ。本読んでいいよ。は？でもゆっくり読んでね。いよいよだね。はい。今リカは何してるんですか？そろそろ手術室へ入った頃じゃないかな。あんたそこにいたの？食事片付けちまったよ。あきこさん、こんなに時間かかるんですか？ああ、まだかかるよ。ごめん、悪かったよ。何のことですか？こないだあんたの家に行っただろ。あん時に一枚失敬したんだよ。あ？写真だよ。あんた笑ってただろ。お父さんの足にへばりついてさ。リカにあげたら喜ぶだろうなって思ったら、手が勝手に動いちまってさ。リカね、ずーっとその写真見てニコニコ笑ってんの。あんな嬉しそうな顔初めて見たかもしれない。お前何笑ってんの？別に。なんかいいことでもあったのか？別に。リカ、持ってってるんだ。え？ビニールパックに密封して、消毒して、手術の邪魔にならない右足に貼り付けて。お守りのつもりなのかね。君の精神状態は、無感覚か、肉欲か、恋愛か、そのいずれにありや。僕をして言わせると、むしろ第三の状態にありと思う。前二者に比べてずっと君らしいから、この頃の僕の陰気さを許してほしい。僕は確かに精神途上にあるに違いないのだ。友よ、君は苦しいのか。僕らはあまりに考えすぎる。
卑怯の振る舞いは絶対にやめよう。嵐に向かって突進するのだ。むしろ進んで死を選ぼう。我らの愛は誹謗威嚇の上にある。二人でそれを証明しよう。命を懸けて君のものになる。リカ、命を懸けて君のものになる。いたのか。終わったぞ。あの、リカは、リカはどうなったんですか？脆いんだよ。もともと組織が脆いんだ。父親がそうだったから予想はしていた。文献も漁った。対策も練った。だがひどすぎる。外界にとっちゃ悪夢だ。糸を通しても糸の圧力で切れちまう。わかるか、江崎。まるで豆腐を塗ってるみたいなんだ。あんなのは俺も初めてだ。悪夢だ。江崎、多分、お前にとっちゃ最悪の結末だ。残ったのは希望という名のまやかしで、そこには絶望という名の現実が隠れていた。それでも僕は。次回、半分の月が昇る空、僕たちの両手は。残っていたのは希望という名のまやかし、そこに隠れていたのは絶望という名の現実。僕のようなちっぽけな人間に抗う術は何もない。でも諦めたくない。諦められない。だから諦める。諦めないために。そう、それでも僕は。次回、半分の月が昇る空、僕たちの両手は。